さあ連勝中で迎えたホームの名古屋、そして連敗中で迎えたアウェーの長崎という一戦、前半の8分でした。澤田から飯尾、 そして右サイドを相当、ね、上げていましたよね、スペースをね、はい、この山の得点のイメージが長崎ずっと良かったですよね、はい、後で続いていったって感じがしますよね、鈴木が飛び込んで、これが今日鈴木1点目のゴールでした、はい、そして前半の30分、今度は前田です。そうですね、名古屋前田のシュート素晴らしかったですね、これはね、うん、まあ、上のところに少し枚数がかかった長崎、うん、ちょっとラインも深かったですし、はい、シュートブロックできなかった、ね、自由で振らせてしまったっていう、ね、ところですよね、はい、これで同点に追いつきました、1対1。そして興奮、後半の立ち上がりでした、はい、もう ここはジョーがパワープレー、しかも、ね、右足でこれだけのシュートを打たれてしまったら、はい、ここで相手をしっかりと抑えて、うん、はい、ボールを持ってダイレクト、まあ、強いて言えばそこのカバーのところに人がいればね、よかったと思うんですけど、はい、ちょっとダウンするのが遅かったですよね。ジョーは7試合連続ゴールということになりました、はい、2対1。この、ね、あの同点ゴールが良かったですよね、はい、ここもまた澤田、飯尾、武藤と、失礼、鈴木と、鈴木武蔵という流れでした、まあ、名古屋のクロスからの守備ですよね、はい、そこの対応をちょっと改善したいですよね。これ今日鈴木2点目のゴール、はい、2対2の同点です。これもそして後半の11分、速攻でした。カウンターですからね、これも、はい、澤田です、はい、そして鈴木です。これで鈴木武蔵はハットトリック達成、自身初のハットトリックということになりました。3対2、あっという間に長崎が勝ち越しました。そしてこのシーンでしたね、名古屋にとってはこれ大きかったですね。そうですね、PK を与えてしまいました名古屋、まあ、長崎の方にとってみればうまく PK を獲得しました、そして中村が落ち着いて左隅に決めました、これで4対2、差を広げました長崎、まあ、後半44分、名古屋も意地を見せます。前田から金井にワンタッチあってジョー2点目、今シーズン20得点ということになりました、まあ、ここで1点差に詰め寄ったんですが